どうだ、お前も一杯やらんか。昨日の嵐が嘘のようだな。どうやら桜も散らずに済んだみてえだ。おかげで今日はうめえ酒が飲めそうだぜ。なあ、おかみ。おう、元気だよ。それにしても相変わらず堅苦しいやつだな。あ、お互い一年ぶりなんだ。再会を祝して、まずは乾杯で行こうぜ。ほう、なるほど。南米を回っての演習公開だ。ご苦労なこった。そうかい、そうかい。ところで、大神、久しぶりの帝都はどうだ？なんてよ、言葉じゃ簡単だが、壊れやすい砂糖菓子みてえなものさ。大神よ、今日お前をここに呼んだのは他でもない。戻ってこい、霊撃へ。異例ならここにある海軍大臣の参謀本部の認め印付きでな。英国海軍少尉小上一郎、秘伝に特殊任務として以下の部隊隊長への着任を命ずる。英国歌劇団対高魔迎撃部隊花組。また定撃で一働きしてもらうぜ、小上。それじゃ気張りすぎだぜ、大神。最初からそんな調子じゃ命がいくつあっても足らしねえぞ。ところで大神、隊長として再赴任する前に一つ聞いておきたいのだが、お前花組の中で特に思うところのあるやつはいるか？誰だ？へへ、どうした？照れなくていいから、ほら、言ってみろ。そうか。カンナか。確かおめえカンナと沖縄に行ったんだよね。そうか、あれから一年も経ったんだな。カンナは沖縄に帰ったんだ、空手の修行のためにな。はずだったが、どうしてもお前に一目会いたいと言いよってな。出発を遅らせて今日ここへお前に会いに来ることになっとるんだ。そろそろ約束の時間だな。感激のご対面だな。まあ久しぶりの再会だ。ゆっくり話してこい。
よう、隊長、久しぶりだな。とりあえず元気があたいの取り柄だからね。なあ隊長、あたい空手の方もこの1年でかなり上達したんだぜ。どうだい隊長、久しぶりに組手でもやってみねえか。おいおい、おめえら、いきなりこんな場所で何を追っ始めるつもりだ。あ、いけねえ、支配人のことすっかり忘れてた。でも、出かける前にこうして隊長と会えて本当に良かったよ。よしよし、感激の再会も一段落ついたようだな。いかにもお前たちらしい再会だったな。そうかな、再会なんて大げさなもんじゃないさ。そうだな、湿っぽいのは俺も綺麗だしよ。だってせっかくの再会に水を差すようだが、お前たちに言っておきたいことがある。帝国歌劇団花組は生徒の平和を守り、魔物と戦う戦闘部隊。お前たちには命を懸けて戦ってもらわにゃならん。再会して浮き立つ気持ちもわからんでもないが、恋人気分を引きずってもらっては困る。おいおい、いつから隊長たちがこいつに乗ったの。平和を守る仕事は甘くはない。いつ何が起こっても対応できる心構えが必要だ。大切な仲間を失う悲劇を二度と繰り返さないためにもな。前のように仲良くやる分には全然構わねえ。要はけじめをつけるってことよ。しばらくは会えない日々が続くことになるが、寂しさを仕事に申し込むなよ。分かってるよ、けじめをつけることはやっぱり大事だしな。そうか、分かってくれるか。それではカンナ、大神を大帝国劇場に案内してくれ。おう、任せとけって。そうそう、支配人、あたいは隊長を送ったらそのまま沖縄に出発するよ。そうか、達者でな、カンナ。支配人もな。じゃあ行こうぜ、隊長。あたい、もうそろそろ出発の時間なんだ。あたいにはやっぱり空手しかないからね。この一年舞台ばっかりやってたから腕もなまっちまったし、また沖縄でいっぱい修行してもっともっと強くなって帰ってくるよ。いいのかい隊長、怪我しても知らねえぞ。そりゃ楽しみだ。あたいのいない間、鍛錬しといてくれよ。
来たみたいだ。じゃあ、隊長。元気でな、隊長。花組のみんなをよろしく頼んで。わかってるって。今よりもっと強くなって帰ってくるからさ。じゃあな、隊長。
私のこと覚えてますよね。ジムの榊原ゆりです。お久しぶりです、大神さん。私です、ジムの藤井かすみです。大神さん、いらっしゃい。あ、ごめんなさい、ついいつもの癖が出ちゃいました。売店の高村椿です。またブロマイドを買いに来てくださいね。それじゃあ大神さん、こちらの着任届にご記入お願いします。はい、結構です。ありがとうございました。大神さん、面白い噂話があったら教えてくださいね。新しいブロマイドもたくさん入荷しましたから、買いに来てください。またいろいろとお仕事を手伝っていただくと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
んでください。ソレッタの家はイタリアでは赤い貴族と呼ばれる名門だ。あ、この3人は霞、ユリ、椿、劇場の事務を取り仕切っておる。そしてさくらとアイリス、花組の隊員だ。新宮寺さくらです。よろしくお願いします。やっほー、アイリスです。こっちは熊野ちゃんボール。仲良くしてね。みなさん、よろしくお願いします。そしてこいつが小神一郎、帝国歌劇団花組の隊長だ。少尉さん、私はっきり言って日本の男を好きがありません。日本の男、軟弱で意志が弱くてこずるいです。知らないけど、私の足を引っ張らないでくださいね。まあまあ、挨拶はそのくらいにして、織姫も大神も座れ。何これ、床が草でできてます。織姫さん、イタリア生まれだからわからないんですね。これは畳っていうんです。日本の文化です。日本人は草の上で生活するんですね。変ですね。劇場もボロっちいし、もういろいろ最低って感じ。ローマの優雅で格調高い劇場が懐かしいね。織姫ってローマの劇場に出てたの？ローマだけじゃなくて、ヨーロッパ中の超有名な劇場をいつもいつも超満員にしてたので。わあ、すごいですね。お先に失礼します。